快感だぜ。はい、ということで洗車完了しまするシンガー、綺麗になった。うん、よろしくお願いします。お願いします。初のオイル交換ですね。まあ1万キロも走ったんで、そろそろした方がいいっていう話で、今日はこの MS 号の初のオイル交換をしたいと思います。マッスルシンガー。ここでね、やって入れていただいて。やると、あんな風に全部上げちゃうみたいですね。感じで全部上げてますね。ちょっといいですか。とりあえずみんなここに入れるんですね。そうです、そうです。そこから抜く感じです。あー、すごい、こんな風になったんだ。ここからオイルを抜くんだ。取れてます。オイルが出てるんですね、今。ですね。わあ、すごい。結構黒いドロッとした。そうですね、ディーゼルなんで。これは結構長いこと出るんですよ。ああ、そうなんですね。ゆっくり。これからどうする？今日は終わりますよ、おそらく。それでいいの？また終わったら電話します。お伝え願えれば。こんな風になってて、ここから入れるんですね。こんな感じで、おー、色が全然違うんで。本当だ。これやっぱ使ってると黒くなっちゃうんですか。そうですね、すすで、こういう使い方してると大体1万キロに1回ぐらいとか、そんな感じなんですか。まあ気になされる方はもう5000キロごととか変えてますけどね。半年または、もう半年経たないうちで一番なんで、どのぐらいのペースで変えるのがいいのかなと思って。もう、うん、さっき言われたように1万ずつぐらいでもですね、それ以上あんまり使わない方が。うん、オイルが入りました。すごいね、あんな風に入るんだね。てかこの運転席の、運転席って助手席のこの下、ここにあるなんて知らなかった。ちょっとここ最近乾燥がひどいということで、加湿器を導入してみました。こちら、あ、もうすでにな、この辺がすごい加湿されている感があるんですけれども、まあちょっとね、電気代もどのぐらいかかるのかってのが分かんないとこもあるんで、まあ、使ってみて、あんまり電気をね食うようだとちょっと使い続けるのが難しいんですけど、まあでも朝のやっぱりこう喉のね、ちょっとこう
ああ乾燥してるなっていうのがちょっと気になったので導入してみました。これ湿度設定、あ、これ変えれるんだね、湿度もね。こんな感じでとりあえず今 60% にしております。いやーすごいな、これちょっとこれがまずすごいですね、ちょっと今すごい、ちょっともうあのお部屋を見せていただいて、この今音の世界に包まれて、なんかライブ会場にいるような、これすごい、値段が、値段がすごいです。700万、しかも700万なんですけど、これを買っても音が鳴らないっていうのですね。素晴らしい。これだけではね、そう、これだけではダメらしい。これはもうプレイヤーでスピーカーが別に必要。マリリン・モンローが本当だ、雰囲気がな、すごい、すげえ。映画を見るんでわざと壁の色がこんなになってる。ああ、なるほど、うん、黒はもういかんけど、もう濃紺でね。なるほど。で、この天井にこれ見えんけど、いっぱいスピーカーがついてる。ああ、丸いやつ、うん、ついてる。わかるでしょ。はいはいはい。そう言われてみたらって、はいはい、確かにあれもだ。ここが、おお。この人人気あるよね。これは人気ありますよね。素敵すぎる。めっちゃ素敵。わお。音楽家。いやすごい。あ、あ。めちゃめちゃ素敵。うわ。うわ、ステージ。夢の空間。すごい。めちゃめちゃおしゃれ。バーがまた、バーカウンターが、うーわ、これちょっと想像をはるかに超えていたそうでしょ。うわー、すげえ、めっちゃいい。そうですよね。めっちゃ美味しそう。ありがとうございます。チーズフォンデュがそれぞれ一人ずつ。生やろ、生、生。あ、もう生でじゃあ行きます。で、あとお嬢ちゃん、うん、やっぱりちっちゃくても確かに確かにかな。一人チーズフォンデュ食べれるんか。うん、これいいですね。一人ずつにあるのすごい。これめちゃめちゃいい。ミちゃん、これつ、いいよ。あ、確かにこれいい。うん、これもね、2人でこのぐらいもあるんですよ。あ、うん、言ったもん。キャンピングカーめちゃくちゃこれ、いつもこれなの。うん、あ、そう、これいいわ。それでね、キャンピングカーでワインで飲んだら最高。ああ、最高。それいいな、やろう。うん、おいしい。でもね、しかも音もめちゃくちゃいい。
ロケをスマイルスマイルスマイルランドにスマイルいつでもスマイル届けよスマイル。どうやった？最高やろ。そうやろ。気持ちよかったです。本当ですか？はい、スマイル歌って。めちゃめちゃいい声出てましたよ。あ、本当ですか？もうめっちゃ本気で歌ってましたもん。そう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 。多分だいぶ声。そうそう、多分入っとんやろな、ちょっと。清高さん素晴らしい。本当にありがとうございます。最高。
張れ頑張れ頑張れ、そうそう諦めない。ちゃんとちゃんと覚えない。あ、いいじゃん。ありがとうございます。できた。今日は佐賀でフレンドリーさんたちと大正園にやってきました。スープもいただきます。皆様こちらが網焼きタンでございます。ビヨヨヨヨヨン。はい、すごいなこれ。なんかあの蛇腹みたいな。でも意外とくっついちゃうけど大丈夫。はい、いただきます。めっちゃ柔らかい、おいしい。おはようございます。今神崎駅に来ております。朝の5時半でございます。今日はですねフレンドリーさん夫婦に送っていただきました。ありがとうございました。本当にあのキャンピングカーよろしくお願いいたします。すいません、ずっと MS 号が。ありがとうございます。 MS 号がお世話になります。よろしくお願いします。あとキャンパケ楽しんできてください。ありがとうございました。それでは行ってきます。ありがとうございます。あのキャンパケお気をつけて。はい、ありがとうございます。失礼します。いやもう本当に素敵なお二人で、なんかもう幸せな気持ちになりますね。それではこれから仙台の方に向かっていきたいと思います。スルシンガー、朝早いけど頑張るぞ。それではこれから仙台に向かいたいと思います。スルシンガー。はい、仙台に無事到着いたしました。すでにちょっとヒヤッとしております。やっぱり寒いな。車に乗って実家に帰ろうとしたら、あれなんか身軽だなと思ってトランクを空港に置いてきてしまいました。もうまたやったよ本当に。もうやばいよね。いや前ね韓国にトランクを置いてきて日本まで帰ってきちゃったことあるぐらいなんで、いやまだまだ良かったけど、まあ本当空港からね、まあ、車でまだ3分ぐらいしか経ってなかったね。お土産だけ全部そのお土産だけ、このお土産だけ持ってきて、今度はお土産だけもうやっちまいました。あったよかった。もう完全に忘れてました。よし、アホやね本当に。忘れ物シンガー。帰ったら今まで行った学校のみんなからたくさんのメッセージ、そして写真が届いてました。ありがとう。はい、ということで今実家のうちの母の車で運転してるんですけど、なんか久々にさ、このいわゆる乗用車で運転すると全然感覚違う。なんかおもちゃみたいな感じがする。アクセルを握りすぎて怖いっていうのが。これからですね、バースデーコンサートの衣装をちょっと買いに、うちの近くの三井アウトレットモールに行きたいと思います。はい、こんな感じで衣装を買いました。このねオレンジのラインがねめっちゃ可愛いなと思って。はい、任務完了でございます。早かったね。もうちょっといろいろ見るかなと思ったんですけど、まあ、あのディーゼルが好きなんで、ディーゼルパッて入った時にもうすぐこれって
決まっちゃったんで、はい、購入しました。ライブの衣装とね、もう一個はね、まあ衣装としても着れるけど、まあ普段着で結構かっこいいデニムのロングコートがあったんで、それを購入しました。ちょっとね、ここのカフェで作業してたらすっかり暗くなってしまって、今から実家に帰りたいと思います。スルシンガー、お腹すいた。はい、今日は鍋でございます。はい、実家で鍋を食べております。検査いただきます。じゃね、じゃあ温泉卵で食べるのが一番うまい。食べたことある？あ、これはうまいな。今回も最後までご視聴いただきありがとうございました。これからも皆さんが元気になれるような動画を作っていきますので、よかったらチャンネル登録よろしくお願いします。それではまた次の動画でお会いしましょう。旅するマッスルシンガー天童清隆でした。